京都府峰山町の38豪雪の被害を伝える、毎日新聞の記事昭和38年1月、豪雪は1962年12月末から1963年2月、初めまで約1ヶ月にわたり、北陸地方を中心に、東北地方から九州にかけての広い範囲で起こった雪害。38豪雪などとも呼ばれる。北陸地方から、西の日本海側を中心に、山陽地方の山間部、四国、九州などの太平洋側でも、歴史的に稀な豪雪となり、戦後の日本の中でも特に激甚な雪害をもたらした。1962年の12月25日付近を境に、まとまって降り出した雪は、翌1963年1月には本格的な大雪となった。全国的に気温が平年より、摂氏3度前後も低い異常低温となり、日本海側では繰り返し日本海寒帯気団、収束帯に伴う発達した雪雲に襲われた。さらに日照時間の短さが加わり、多くの地域で降雪のほとんどが溶けずに蓄積することになった。豪雪の中心は、新潟県、北陸地方から西の日本海側であった。寒波は1月末頃ピークを迎え、長岡市や福井市など、北陸地方の都市部でも積雪が2メートル以上に達した。中国地方西部の島根県、広島県、山口県でも未曾有の豪雪となり、山間部では数メートルに達した。また、本州の日本海側だけでなく温暖で雪の少ない九州地方や四国地方でも記録的な大雪となり、特に長崎県の五島列島や鹿児島県東、品川川、愛媛県南予地方では、最深積雪30センチメートル以上に達し、阿蘇山や徳島県西部の池田町では、最深積雪が1メートルを超えた。福岡県飯塚市では一冬の累計降雪量が185センチメートルに達するなど、九州地方や四国地方でも山間部を中心に、累計積雪量は1メートルに達した。陸上自衛隊による、消雪活動も行われ、火炎放射器を用いて雪を溶かすという方法が取られた。しかし、これはあまり効果はなかったと当時の隊員たちは語っている。航空自衛隊は各地の救難分遣隊が出動し、出動後の帰途についた芦屋基地の芦屋救難分遣隊ヘリが1963年3月16日に香川県三豊郡宅間町で墜落して、隊員10名が死亡する事故も発生した。1963年2月12日に気象庁は昭和38年1月豪雪と命名した。北半球を取り巻く上空の偏西風は多少の蛇行を繰り返して赤道付近の暖気と極付近の寒気の平行状態を保っているが1963年1月から2月は蛇行が異常に大きくなりアメリカ、ヨーロッパ、東アジアの3方面で極の寒気が大きく南下した。このためヨーロッパではところによっては1月の月、平均気温が平年より摂氏10度も下がったところもあり、例えばイギリスでは1659年以降で3番目に平均気温が低い冬であった。北米でも同じく7摂氏8度低下、東アジアでは台湾で摂氏5度前後下がるほどの極端な寒冬となった。一方、暖気の北上域に入ったアラスカでは1月平均気温が14度も上昇している。昭和38年1月豪雪は、こうした世界規模の異常気象の一環であった。日本では気温の低下は月平均に摂氏3度にとどまったが1月を中心に非常に強い西高東低型の気圧配置が続き、日本海側では豪雪となって、太平洋側では乾燥した晴天が持続した。こうした冬型気圧配置が日本付近で強まったのは、例年アリューシャン列島付近にできる冬の低圧部が西に偏り、日本のすぐ東の海上になったことも影響している。これによって日本の月平均気圧は異常に低下した。ありがとうございます。